おはようございます。今日は4月の23日木曜日でございます。今日はちょっと遅めのスタートで、もう11時半だからもうすぐにお昼ご飯なんだけど、昨日また作ったトマトスープがね、今回はすごい美味しくできたんだけど、まだいっぱい残ってるので、まあお昼の心配は特にないんですけど、まあもうちょっとしたらね食べようかなと思うんだけど、もうね気温がだいぶ上がってきまして、今11時半現在の気温が31度でございます。もうねアリゾナって5月から基本まあ夏っていう、なんだろう、夏が始まるっていう感じなのね。まあもう5月入ったらもう猛暑日というか、40度近くなる日がもうずっと9月終わりくらいまでずっと続くんだけど、もうね4月も後半だからね、23日なので始まったかなって感じですね。今予報見てももう全部30度超え、35度を超えてますね。最高気温が37度から来週の日曜日、次の日曜日41度の最高気温、41度の予報なので、もう久しぶりにね、今年初めてか昨日の夜エアコンをつけました。だいたいいつも暑くなるの夕方からだから、お昼の間はまだね大丈夫なんだけど、夜に冷えた空気がまだ残ってるかなって感じなんだけど、もう夕方まで来ると夕方が一番暑くなる時間帯だから、今日も多分37度かな予報なので、もうねエアコンつけないといけない気温になってきたかなと思って、はあ、今年もね夏が始まりますね。まあ、もちくんのお友達のゴールデンレトリバーのね、あのブリオちゃんってカリフォルニアにいるね先生の親友のワンちゃんなんだけど、その子からもちくんとお誕生日は一緒だから、プレゼントがね今アマゾンから届いて、このテールティーザーめっちゃね面白いの、なんかこういう風に釣り竿みたいになってて、先っちょにおもちゃがついててね、付け替え用のおもちゃがもう一つついてるんだけど、すごい面白くて、もちくんめっちゃ遊んでる。ほんとなんか釣り竿みたいな感じでね、こうなんていうの、頭上でこうひらひらさせて遊ぶんだけど、結構面白いこれ、いいね、こんなの知らなかった。なんか釣り竿みたいなんだけど、うん、面白い。めっちゃ笑顔、今10分ぐらい遊んでたんだけど、もうドッグパック行ってきた並みの笑顔ですね。よかったね、おめでとう、プレゼントもらえてよかったね、もちくん、あ、嬉しいね。はい、ってことでもうお昼なので、お昼ご飯ね食べようと思います。この間作ったスープなんだけど、今回はパスタ入れたのでちょっととろっと仕上がっておりますけれども、美味しそうですね。いただきます。今日のおやつにこのレモンパンのミックスがねあるから作ろうと、もうすごい楽しみにしてたんですけど、めっちゃネイルとマッチしてるね。これもねめちゃめちゃ簡単で、卵3つとお水だけで作れるみたいなので、混ぜてね作っていこうと思います。この白いやつがレモンのこのフィリングになるらしいで、この下のクラストの部分はもうできてるらしいので、卵とお水を混ぜるのかな、これと、もうねそのまま入れて焼くだけみたいなので、20分から30分、27分から32分書いて、ちょっと長めにやるみたいですね。多分これはもうすごいね、なんかできてるんだね。クラストの部分先に10分焼くみたいです。できました。めっちゃいい香り、もうねレモンのいい香りがしてます。なんか粉砂糖かけてもいいみたいなので、上にちょっとかけてみようと思います。なんかね冷やしてから食べるみたい、冷やしてからっていうか、まあ、冷めてから食べるみたいなので、ちょっと粉砂糖後でかけようと思って、今かけちゃうとね多分蒸気で溶けちゃって何も残んないと思うので、めっちゃ美味しそうだけど、多分2層に、ね、なってると思うので、ちょっとこれから冷やして、どれぐらいで冷えるかわかんないけど、少し冷ましてから食べようと思います。待ちきれなかったので今ねすくってお皿に盛ったんだけど崩れちゃいました。多分で冷蔵庫でちょっと固めないといけないのかな。あのフィリングのところがね、この上のレモンの部分がかなり柔らかいから、ほんとなんかプリンぐらいの柔らかさなので、多分冷蔵庫入れて冷やしてちょっと固めにした方がいいのかなと思うんだけど、でもね今この状態はすごいあったかくてね、もう香りも最高なので
ママちょっと食べちゃおうと思います。もう絶対美味しいんだよね、レモンのケーキでしょ。あ、美味しそう。いただきます。最高。あ、めっちゃ美味しい。甘酸っぱいレモンのケーキ。ちょっと冷やしてからちゃんとね切ってバーにして食べた方がもっと美味しいと思うので、冷えても美味しいと思うから冷やして食べてって書いてあったからね。でもあったかいのはめっちゃ美味しいです。今時間がね6時3分なんだっけ。気温がね36度です。ちなみにまだエアコンつけてないんですけど、もう結構暑くて、つけようかつけないか今ちょっと迷ってるんだけど、でもまあギリいけそうだからね。40度までいったら多分もう無理だけど、もちくんもまあせいせい寝てるし大丈夫かなと思う。あんまり暑くなりすぎると危ないからつけようかなと思うんだけど、まあでも風が回ってればまだ家の中は大丈夫かな。お散歩行きますか。もうね日も暮れてきたから、まあまだ暑いと思うけど太陽はね出てないので、お散歩行ってこいと思います。今お散歩から帰ってきて、ちょっとゆっくりしてたんですけど、音楽をねテレビのあそこのスピーカーあるんだけど、下のところにそこにつなげて、 Bluetooth 飛んでるからつなげながら聞いてたら、なんか掃除したくなってきちゃって、片付けながらねちょこちょこしたもん片付けながら聞いてたら掃除したくなっちゃって一気に今掃除しました。夜にって感じだけどね。まあそんなに大掃除じゃないけど、ちょこちょこねしたものを掃除して、もちくんは掃除機も終わってリラックスして寝ております。もうねソファーがやばいことになってきちゃって、昔これ縫ったの覚えてます？縫ったところからまたねこんな感じになってきちゃって、こっち側もちょっと大変なんだよね。また縫わなきゃいけないんだけど、まあでも縫えそうっちゃ縫えそうなんだけど、またまあしょうがないね、こればっかはね。ここに縫い目があるからしょうがないんだけど、ちょっと気が向いたらまた縫おうと思います。はい、ということでもう時間11時になっちゃいましたね。もう夕飯はね今日は残りのスープを飲んだので、まだ残ってたんだけど、気温が結構高くなってきたからね、鍋のまま置いとくとダメになっちゃうので、もう冷凍庫にパックに入れて、パックっていうかなんていうの、タッパーかに入れて冷凍庫に保存してあるので、まあ、気が向いた時に食べようかなと思っております。ちょっとデザートね、さっき作ったレモンバー食べようかなと思ったんだけど、まあさっきねちょっと試食で食べてみてめちゃめちゃ美味しかったんだけどね、食べたので明日食べようかなと思って、今冷蔵庫に入れてるんだけどだいぶ固まってね、ケーキっぽくなったので明日食べようかなと思います。結構楽しみ。朝とか多分さっぱりして美味しいと思うので朝食べようかなと思ってあります。はい、そんな感じで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。